はい、それではやっていきまぎの議論。クリア率は約 9% なんだぜ。おい、お前にドンピシャの注意書き来てるぞ。閉店ガラガラ、逃げるな。ちなみにウプ主の好みは岡田さんの娘さんです。ロリコン野郎。ネタですよ。さて、注意力がないとヤバいみたいだが、今のところそんな感じはしないな。てっきりいきなり死ぬ仕掛けがあると思ったんだが、ふふふ。おそらく私の注意力が高いから大丈夫なんでしょう。そうだ、そうに違いない。おい、注意力ゼロ万十。早速起きてるじゃねえか。ほうほう、この私をここまで苦しめるとは。このコースはクリア率 0.001% ぐらいでしょうか。約 9% だばーか。ふふふ。まあ見てなさい、この霊夢ちゃまがこの後凄まじい快進撃を見せることになるとは。この時マリサは知る由もないのです。てっきゃー。予想通りすぎだろ。はい、ピョーンからの壁ずりずりからのロードランナーからの小ジャンプしてピンクコイン取ってからの埃かすに囲まれて死ぬ。ここは小ジャンプが正解だったみたいなんだぜ。よしよし、それでは行きまっする。あとピンクコイン2つ、スタート直後に1個あったし、おそらく戻ることになるんだろうが、あと1つは、あったんだぜ。よーし、それでは鳥に、鳥、と、全然食べねー、イライラするー。皆さん、これが注意力のないバカの末路です。おーらお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 ら。急に吐くんじゃねー。いやー、いろいろ出したらすっきりしました。これでコースに集中できます。はじめからしとけよ。てかゴール見えたぞ。ゴールの目の前に鍵付き扉があったってことは、やっぱりスタート直後にあったあの扉に入らないといけないみたいだね。そうだと思うが、とりあえず早く行けよ。まあまあ、人生楽あやくもあるさ。唐突な水戸黄門。なるほど、こうやって戻って、さっきのピンクコインをゲットして鍵を開けるということか。よくできてるんだぜ。こっちに何かあったりするかな？いや、今はサクサククリアしたいし、先進むぞ。あ、何もなかった。それでは、参ります。参れないまんじゅう。参ります。まだ参れないまんじゅう。参らせてください、お願いします。参ります。よっしゃー、参れたー。参れただけで喜ぶな。さあ、あとは扉に入るだけだが、テレ様持ってるから注意していけよ。ふふふ。余裕よりてきゃー。やっちまったー。注意を怠るなバカ。我は帰ってきましたぞ。ロンじゃやめろ。てか戻し作業がめんどすぎる。ここのキラーに気をつけてっと。よーし、では行きましょう。で、やっちまったかー。これはひどいな。また初めからなんだぜ。いやー、まさかあれから3時間もかかるとは。なぜすぐわかる、嘘ついてんだよ。だって長く行った方が同情されるじゃん。同情じゃなくてバカにされるぞ。よーしよしよし、テレサを引きつけつつ、キラーに注意し、バネに当たらないように鍵付き扉にお邪魔しまぎのギオン。一回バネに跳ね返されたことには触れないまんじゅう。オーケー、ゴール。今回のステージはタイトル通りかなり注意力が試されるステージだったな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきマインクラフト。最近出してなくてごめんなさい。そんな謝り方するな。きちんと謝れ。ごめんなさい。ほーん、バカ野郎。さて、タイトルには霊夢が焼くほど早くクリアできるって書いてあったが、よく意味がわからないんだぜ。え、天才だと早くクリアできるコースなの？それなら納得です。下手な人が早くゴールできるんだよ、この下手くそ。ちょっと何言ってるかわかんない。うぜぇ。それにしても最速タイムが3秒だったよね？どこかに隠し通路とかあったっけ？それっぽいところはないと思うんだが。だいたい下手な人ほど早くゴールできるってどういうことだ？今回は本当に謎だね。とりあえず一旦戻って、先進んでみようか。何かわかるかもしれないし。ということでお邪魔しまぎのギオン。ステージは1の1の作りのはずだし、サクサククリアしていくんだぜ。ホコリカスは無視します。さあ行きますよ。ちなみにこの時、どうやって3秒でクリアしたのかウプ主はずっと考えながらプレイしていました。ウプ主曰く、プレイしている時操作していた記憶がありません。って言ってたんだぜ。ならこの時無意識で動かしてたんだ。気持ち悪い。え、なんで？ウプ主だから。理不尽な回答ありがとうございます。さっきからハテナブロックを叩いてるが、全然キノコ出てこないな。なんでだろ？まあいいや、もうキノコなしでクリアしちゃいます。それにしてもそんな敵もいないし、サクサクいけそうなコースで助かるな。お、ゴールかな？って、なんでなんでいけないの？え？嘘でしょ？ちくしょうねー。やばい、これはマジでわからないんだぜ。マリサ、どうしよう。え？そういうことかー。なるほど、だから下手な人ほどクリアが早いってことだったんだな。これはすごいコースだったんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。
ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。